いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年式フォルクスワーゲンザ・ビートルカブリオレを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所、右ミラーに飛び石、すべてのドアエッジに傷、リアバンパー複数箇所に線傷がございます。走行距離に関しましては約4万キロ走ってるお車です。外装色はディープブラックパールエフェクト、インテリアはベージュレザーが採用されております。2013年にデビューしたザ・ビートルのオープンカー、ザ・ビートルカブリオレでございます。こちらのお車に関しましては往年のビートルのデザインを踏襲しつつ現代風なフォルムに仕上げた一台です。また最大の特徴であるソフトトップに関しましてはわずか10秒程度での開閉が可能です。エンジンは 1.2 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は105馬力でございます。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元には純正16インチのアルミホールが装備されております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。コンパクトなお車ではございますがスーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはベージュレザーが採用されております。運転席助手席使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはクルーズコントロールが用意されており、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正の SD ナビゲーションが装備されており、またバックギアに入れていただきますとパークセンサーが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。またフロント両席にはシートヒーターが装備されており、一年中快適なオープンドライブが可能です。今回は2016年式フォルクスワーゲンザ・ビートルカブリオレを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万キロ走ってるお車です。おしゃれなオープンドライブをお楽しみいただけるザ・ビートルカブリオレでございます。こちらのお車に関しましては105馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトにより軽快なオープンドライブを12分にお楽しみいただけます。また純正の SD ナビゲーションやクルーズコントロール、シートヒーターと快適装備もしっかりと加工されたお車です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。